1> 第一話は、朝日放送テレビが制作し、2019年4月22日から7月8日まで、朝日放送テレビで放送されたテレビ番組。後に続編である、第二話を制作したほか、2020年には、第一話、シーズン2を開始。チョコレートプラネット、NMB48、ヨーロッパ企画の3組がそれぞれ地方局社員、貧乏制作会社、そして、 女優デビューを果たしたいアイドルグループに奮し、テレビドラマの第一話だけを制作するドラマ制作バラエティ。ドラマパートのみ、大阪チャンネルで本放送の1週間前から先行配信。地上波終了後は、大阪チャンネル、TVer、GAO で配信。番組内には各ユニットの名前も登場するが、それぞれフィクション内の設定である。年月日。 大阪チャンネルにて視聴者投票第1位だったヒーロー少女カレーフラワーの第2話を特別編第2話として配信第2位の極道成田かがある第2話を10月25日に配信した2020年4月13日よりシーズン2が放送開始予定であったが新型コロナウイルスの感染拡大で収録スケジュールに遅延や変更が生じているため 放送開始が延期となった。その後6月29日に同年7月13日からシーズン2の放送開始が発表された。地方局にとってドラマの制作は夢のまた夢。そんな地方局のお天気制作部に席を置く松尾と編成局の長田はとにかくドラマ作品が作りたくて仕方がない。会議室で顔を合わすたびにアイディアを出し貧乏制作会社。 ヨーロッパ企画に依頼をしてみる。ヨーロッパ企画は過去の名作から絶対にヒットする脚本、演出方法を提案してみるのだが、ドラマの第1話ばかりに制作費を使い込み、おさだはテレビ局を解雇となる。お天気キャスターを辞めた松尾は倉庫で彼を見つけると純粋に第1話を楽しむサークル、第1話研究所を立ち上げることを宣言。貧乏制作会社、 ヨーロッパ企画、アイドル、NMB48 と組み、再び第1話を制作する。制作されたドラマのプレゼンを交わし、出来上がった第1話の映像作品を鑑賞するメンバー。会議が終わった後のエンディングパートでは、水面下で、愛憎劇が発展するが、シーズン1最終回ではこれ自体が、サスペンスものの第1話だったことが、明らかになる。シーズン2では前日の理由から、 CBN 局員がいなくなっているため、4までは長田が寝泊まりする倉庫、5以降は長田の実家が舞台となる。エンディングパートではゾンビになった長田の母が第一話剣メンバーを襲うホラーテイストの物語が進む。ドラマパートは NMB48 ヨーロッパ企画メンバーから数人が選出され、出演している。ありがとうございます。